き自体はね、はい、ね、わらで焼けばね、けど一番のカツオの難しいところは、はい、ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、普通のマックスバリューに、はい、皆さんおはようございます。今の時刻はですね、5時40分を回ったところということで、僕は今どこに来ているかといいますと、香川県は高松駅に来ております。これから高知県まで行きまして、本場の本気のわら焼きを調査していきたいなと思います。でわら焼きって何ぞやっていう人のために一応説明しておくと、あのカツオのたたきあるじゃないですか、あれをわらの火でバッと炙った、そういう料理になってます。わらの火で炙ることによってすごく香ばしい香りがね、カツオについてもう本当に絶品なんですよ。ちょうど初ガツオの時期なので、それを調査していきたいと思います。というわけで早速高知県まで行ってみましょう。これから2分ぐらいをかけて高松から高知間の移動の様子をご覧いただこうと思います。もう早くカツオ見せてくれよっていう方は、画面の下に表示されている時刻までスキップしていただけるといいかと思います。今回乗る列車は2700系の機動車ということで、めちゃめちゃかっこいいですね、この車両。こちらの車両を調べたところによると、営業導入が2019年ということで、車内の様子もめちゃめちゃ綺麗なんですよ。これはもう快適な移動が約束されたようなもんですね。列車は定刻6時4分に高松駅を発車。そもそも機動車っていうものは燃料を使って走らせる鉄道なんですよね。でこれなんで高松が電気通ってるのに機動車を使うかっていうと、香川の一部から高知にかけては列車に電気を供給する架線というものが設置されていないんですね。なので電車というものは走ることができずに、こういった機動車というものが活躍することになっています。列車は途中駅善通寺に停車中なわけですが、ここなんとですね、空海の誕生の地ということです。正直歴史の教科書に載ってたなぐらいの感想しかないんですが、車窓からこういったことを発見できるのも鉄道旅の面白さかなと思います。情報としての面白さの他にね、こういった景色的な美しさっていうのも車窓から感じることができて、いやー、やっぱり鉄道旅っていうのはいいもんですね。こんな感じで山をぐんぐんと登っていきます。いや、それにしてもさっきは山道、今度は水田っていうことでね、もういろんな表情が見られますから、まあまさに車窓というものは美術品みたいなもんですよね。さて、そんなこんなで目的地の土佐倉駅に到着。まあさっきも言いましたけど、ここまで3時間かかってますからね。3時間、まああの快適な特急の車内で3時間も過ごせるというのはね、僕にとってご褒美ですから、何の問題もないんですよね。さて、列車はこれからずっと先、高知の端っこにある中村駅というところまで走っていきます。まあそんなね、後ろ姿を眺めながら僕は市場に向かっていくことにしようと思います。はい、というわけで土佐久礼駅に着いたわけなんですけど、久礼大正市場っていうところに行ってカツオをね、食べていきたいと思います。待って待って、めっちゃ雨降ってきた、めっちゃ雨降ってきた。はい、こちらが土佐久礼駅なんですけども、平日だけ人がいるような無人駅でして、時刻表がね、ここにあるんですけど、だいたい1時間に1本っていう、まあ、田舎あるあるな感じになってますね。今ここら辺を見てみると、呉街歩きマップとか結構いろいろあるようですよ。これちょっと見てみるとね、カツオ、やっぱり呉はね、生のカツオなんですよ。カツオの街って呼ばれてますから。うお、カツオ図鑑、うわ、これ絶対うまいやな。これはちょっともらっていこうかな。これをね、もらっていこうと思います。駅から市場まではだいたい歩いて5分ぐらいだったと思います。こんな感じで大きなカツオがお出迎え。早速中に入っていきます。お店のメニューを見てみると、もうね、カツオだらけですよ。上から下まで全てカツオ。到着した時間は少し早かったので、ご覧のように準備中のお店が結構ありましたね。全長およそ50メートルほどだったので、結構こじんまりした市場だなという感じでした。カランボっていうのはカツオの大トロです。
マグロでいう音の部位ですね。あ、もうハラミとか言われますけどね。ハランボ結構高知で流通してますが、この町のハランボ S 級ですね。あー S 級。はい、うわー美味しそう、はい、いただきます。うんま、これめちゃめちゃ美味しいですね。でしょ、めちゃめちゃジューシー。今回わら焼きを見せていただくのはこちらのお店。快諾いただきありがとうございます。結構わら入れる感じですか？焼く寸前に入れて、ボッとすぐ火が上がるんで、はい、うわーすごい、結構火力強いですよね、はい、まあ焦がす、焼くっていうよりは焼き方は焦がす料理なんで、あもう表面だけっていう感じです、うん、中まであんまり焼くってない。あーそっかそっか。これカツオってゲジって呼ばれるやつってあるじゃないですか、はいはい、あれってどうやって見分けるんですか？風合いと手触り。あ、手触り、うん、あ食心で見分ける。あとお店によってそこから先使える使えて、さばいてみないとゲジかどうかっていうのもなかなか、あ全然分かんない。あそうなんだな。スーパーで美味しいカツオを見分けたいって言った時に、わかりません、1000円ぐらいだってが手が来て一緒にやるよったけど、はい、結局ボツになりました。あ、そうなんですか、はい、感覚で見分けるから。あ結局言葉とか画面で言うのは僕らの技術ではちょっと難しかった、はい、機械で測定できるようなものがあれば。あそっかそっか。でも見た目とかそういうのでは余計難しくなるから、火にかける時間っていうのもやっぱり経験によるものです。経験にはね、わら焼き自体はね、はい、ねわらで焼きはね、けど一番のカツオの難しいところはこの身の選別だと思う。これが多分味の違いを生み出すと、焼くのは10回ぐらい焼けばほぼ9割方動いてしまうけど、物質の美味しいのとかまずいのを分ける。ただ冷凍にすると赤身の成分が均一化されるらしくて、はい、へーその美味しいまずい微妙な味が全部分からなくなって、だから均一化されて、いい意味でも悪い意味でも美味しくないのもアップ、はい、美味しいのもダウン。そうか、ハズレがないみたいな感じになっちゃう。ハズレがぐっと少なくなる。たまにハズレはあるんだけど、ぐっと少なくなる。へぇ、生で食べるとハズレは今日あたりだと2割ぐらい、うちのレベルだと5本1本ぐらい焼き節になる。へぇ、焼くと全然関係なくなる。お刺身で美味しいとかなんとかじゃこちらの人間の都合やけど。まあそうですね。貴重なお話ありがとうございました。はい、じゃあそしたら実際にカツオをね食べていきたいと思います。こうしてカツオを取ってる間にもね、わら焼きのいい香りが鼻を抜けていきます。せっかくなんでね、カツオそのものの味を味わいたいっていうこともあって、生のカツオ刺しも注文してみました。この皮目の白い部分全部脂なんですが、これは食べずしても美味しい刺身だということが分かってしまいます。いや、これは食べてびっくり。旨味とカツオの香りの強さが冷凍のものとは全然違います。さてお次は本命のカツオのわら焼き。わらの香ばしい香りというものが非常にたまりませんね。一緒に頼んだご飯セットをかっこんで、はい、もうこれはね優勝ですよ。もうめちゃくちゃに美味しいです。やめられない止まらないとはまさにこのこと。ポン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 とねカツオがなくなっていきます。いやーこれ本当に来てよかった。いや、めちゃめちゃ美味しかったですね。いろんな貴重なお話を聞けて、わら焼きも堪能できて、で特にね、生のカツオの刺身がね、本当に美味しくて、生とカツオってこんな違うんだなっていう感じでしたね。うん、いや、非常に勉強になりました。はい、というわけで、今回は高知のわら焼き調査ということで来てみましたけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。次回の動画でまたお会いしましょう。これ見ていただきたいんですけど、普通のマックスバリューにわら焼きのカツオたたきがね、しかも生で売っているっていう、これすごいびっくりしましたね。しかも生のカツオのめちゃくちゃいい柵も売ってて、1本1000円ぐらいなんですよ。1000円のデカさじゃないでしょみたいなのがポン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 置いちゃって、もうテンション上がりますね。これすごいな、さすがカツオの街って感じですね。駅で食べながら帰りの特急を待つことにしようと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。